え、チャット GPT と比較してみて、良さそうだなっていうふうに思った点をまとめると、翻訳精度が実用的と、えー、論文をですね、翻訳させてみます。はい、こんな感じで翻訳がうまくできています。はい、皆さんこんにちは、a v 部ジョニアタです。本日は Google が開発したファーム2を紹介していきます。えー、先日 Google からファーム2が日本語対応したよっていううなニュースが出てましたが、皆さん使ってみましたか こういうふうに聞いといて何なん,なんですが私はまあチャット GPT でいいかなというふうに思って触っていなかったんですがネット上では翻訳精度が特に高いということが言われていて気になったので調べてみましたこちらはパーム2の論文に載っているいろんな言語におけるパフォーマンスを示してるんですがパーム1からパーム2になって特にですねここの部分日本語の性能がかなり良くなってるというようです で他にもいろいろ調べてみると結構用途によってはファーム2使えるかもなっていうところがあったので今回はその調べた内容とファーム2の使い方について紹介していきます最新の Google が本気を出して作った大規模言語モデルってどんなものかというのを知りたい人はぜひ見ていってもらえればと思います、えー、それでは早速やっていきましょう で、最初にいきなり結論なんですが、皆さんが気になってるのは、結局チャット GPT と比較して使えるのかっていうことですよね。で、私もそこに一番興味があるので、一部個人的な主観をもとに、チャット GPT と比較してみて、良さそうだなっていうふうに思った点をまとめると、API の利用コストが安いと、最新の情報を学習していると、入力帳が大きいと、最後に翻訳精度が実用的というところかなと感じました。 逆に言うと、こういったこと以外で、まあ、例えばコストとか気にせずに、とにかく要約の精度を上げたいと。そういったことであれば、まあ、やっぱり GPT-4 とか使う方がいいかなという感じでした。ただ、Palm 2も用途によっては結構使いどころがありそうだったので、それぞれどんな感じか説明していきます。 最初にまず API の利用コストが安いということですが、上が GPT 3.5ターボの利用コストになっていて、知っている人も多いと思いますが、インプット、アウトプットと、モデルが入力できるコンテキストに応じて料金が変わってきます。下が Palm2 の利用コストになっていて、Palm2 の一番料金が高いモデルでも、入力、出力両方とも0.001ドルということになっています。 で、注目するポイントとしては、パルム2はえトークン単位ではなくてえ、文字単位に課金されます。で、トークンって何って人もいると思いますが、まあ、1トークンと1文字っていうのは違っていて、日本語は特に文字数に対してトークンの数が多くなりやすいです。なので、GPT3.5 ターボと比較すると、まあ、大体4割から5割くらいはパルム2の方が安くなりそうです。 あとは、この後紹介するんですが、パルム2を使うには GCP といって、Google が提供しているクラウドサービスに登録する必要があります。最初にこの GCP に登録すると300ドルまで無料で使えるので、今だったら44000円くらいまで無料で使えるので、その面でもかなりお得になります。次にモデルの詳細ですが、まずパルム2と言ってるんですが、モデルの名前としてはバイソンという名前がついてます。 で、このバイソンはテキスト分類とか感情分析とか、あとは要約とかですね、いろんな言語モデルのタスクを学習させているようです。で、MAX のインプットトークンは8192トークンまで入れられるので、GPT 3.5ターボの4000トークンよりも安くて長い入力を入れられるということになります。 あとは、学習期間としては、2023年の2月までを学習しているので、チャット GPT だと2021年の9月までしか学習してないというところで、直近のことについて答えてほしいという場合は、パルム2なら答えてくれるかもしれません。さらに、先日のアップデートで 32K モデルも登場しました。32000トークンまで扱えるモデルですね。こちらのモデルは、ここにも書いてあるんですけども、2023年の8月までを学習データとしているということです。 なのでかなり直近のことまで知ってるということで、結構新しくリリースされたことを調べたいときってありますよね。で、私はだいたいそういうときは、Bing チャットを使うようにしてるんですが、最新情報を答えてくれる言語モデルの API というのが出てきたら、まあかなり便利なサービスが出てきそうに思います。そして、え気になる精度の話になります。 で、これは定量評価したわけじゃないので、私の主観的な評価になっていて、チャット GPT は毎日触ってるんですが、パルム2は比較的少ししか触ってないので、客観的に評価すると少し変わってくるというところを前提として聞いてほしいんですが、ようやくとか Q&A の能力に関しては GPT3.5 ターボの方が上に感じました。 で特にパルム2はこちらの指示を回答に反映したりとか、えー、ちゃんとした文章を返さないということがあって、例えば AI について100文字以内で教えてくださいというふうに入力すると、こんな感じで繰り返しの文章が生成されたりしました。 他にも、パルム2は要約がうまくできなかったりとか、Q&A に対してハルシネーションを起こしやすくて、チャット GPT だったら、わからないことはわからないと答えることに対して、パルム2は結構嘘を生成してたので、チャットボットとして使用するには少しリスクがありそうだなというふうに感じます。一方で、翻訳タスクにおいてはかなり使えそうかなという印象です。多言語を学習してるだけあって、複数の論文を日本語に要約させてみたところ、個人的には GPT3.5 と遜色がない結果でした。 はい、こちらはインスタクトチューニングの論文を翻訳させてみた結果なんですけども、上がパルム2になっていて、下が GPT-3.5 ターボの翻訳結果になっています。で、文章を読む感じ、かなり似たレベルで翻訳できていて、GPT-3.5 ターボとあまり翻訳能力は変わらないかなという印象です。 で英語の記事とか、えー、論文をパッと概要をつかみたいっていう時あると思うんですが、まあそういう時にこの安くて長く入力できる Palm2 を使用するっていうのは結構ありかなというふうに思ったんですけども、えー、皆さんはどうでしょうか ?Palm2 の特徴が少し分かったと思うので、えー、この後どうやって Palm2 を使用するかというのを解説するので、興味がある人はぜひ自分で触ってみて感想とか教えてもらえたら嬉しいです。えー、それでは早速やっていきましょう。 はい。それでは GCP の使い方について解説していきます。GCP 使ったことない人もたくさんいると思いますので、丁寧に解説していきます。最初にまず GCP と検索すると、一番上に Google Cloud Platform 出てきます。こちらをクリックします。はい。そうすると、こういったページに私は飛んでるんですけれど、初めて GCP にアクセスする人は、契約の同意画面というのが出てくるかなと思いますえ。そちら同意してもらって、で、あとはおそらく上の方に無料トライアル登録みたいなのが出てくるかと思います。 GCP のサービスを使うには、その支払い情報を登録しなきゃいけません。で、クレジットカード登録するの嫌だなっていう人もいると思いますが、最初にまず300ドル与えられて、それ以降の課金に関しては、手動で設定しない限りは課金されないので、そこは安心していただければと思います。登録を済ませて更新を押すと、こういった画面になるかなと思います。私は今、クレジットカード登録してるので、フルアカウントが有効というふうになってます。 はい、ここから GCP のサービス使っていくんですけれど、最初に GCP のサービスは、プロジェクトと呼ばれる単位で、マシンリソースとかを管理していきます。まあ、なので、最初にまず、プロジェクトを作る必要があるというところで、この左上のところから、プロジェクト一覧が見られます。今ちょっと隠してるんですけれども、プロジェクトが見られると。で、右上の新しいプロジェクトってところから、プロジェクトを作れます。今回、パルム2デモとします。で、場所は組織なしというふうにして、作成します。 はい、そうすると、今、プロジェクト作成できたんですが、更新ボタンを押すと、はい、左上に、このプロジェクト選択画面が出てきます。こちらを押してもらって、今作成した Palm2 デモですね。こちらを選択します。はい、そうすると、Palm2 デモのプロジェクトに遷移できました。で、ここで、v e r t ク x AI っていう Palm2 を使うためのサービスにアクセスします。で、GCP のアプリケーションいろいろあるんですけれども、え上の検索ボックスから、Vertex とととと調べるるプロダクククトとページののここころにでですすねこれ出てくるのでこちらをクリックしますはい、そうするとこのような画面になるかと思います。え、Palm2 はブラウザ上でも利用することができます。ここに Generative AI Studio というのがあるので、こちらをクリックすると、この言語とか音声とかビジョンとか、え、いろいろ AI のサービスを展開してて、今回はですね、言語の方を使っていきます。こちらクリックして、そうするとこういった画面になって、下の方に行くと、え、チャットモードとかサマライズモード、え、要約モードとかですね、いろいろと言語モデルが提供されています。 それぞれクリックすると使えるんですけども、こちらの一番上のものを選択してみると、まあ、こんな感じで、ここにですね、コンテキストを入れて、会話例を入れれば、まあ、こんな感じでレスポンス返ってくるよということで、いろいろ自分で触ってみてもいいかなと思います。はい。で、今回は API から Palm2 を使用していくので、まずは Vertex AI の API を有効化する必要があります。それは、このダッシュボードというところに行ってもらって、すべての推奨 API を有効化します。これによって、Vertex AI を API で使うことができるようになります。 はい、今、有効化が終わりました。1分ぐらいかかりましたね。これで今、Vertix AI を使えるようになったんですけども、え使い方に関しては、Google コラボの方で解説していきます。はい、それではコードの方を紹介していきます。こちらの Google コラボに関しては、毎度のごとくえ概要欄に貼ってますので、そちらから飛ぶことができますえ。最初にまず必要なパッケージをインストールします。こちら選んで Shift-Enter をします。はい、今、パッケージのインストールが終わりました。 で、このシャープレイっていうパッケージが2よりも最新だとエラーが出てたのでバージョンを下げてるんですけどもその設定が反映されないのでえ一旦ですね再起動を押します。このランタイムの、えランタイムを再起動ってうとですね、これを押します。はいと。 はい、そうすると、今、ランタイム再起動できたので、この続きからですね、実行していきます。まず、プロジェクト ID を指定するんですが、プロジェクト ID は、こちらの GCP のページに戻って、左上のところから、先ほど作った Palm2 Demo っていうプロジェクトの、この ID のところですね。こちらをコピーして、貼り付けます。で、実行します。続いて、こちらのセールを実行します。で、これは、Google コラボから GCP のサービスにアクセスするために、認証を行うものになっています。こちら許可をします。 そうするとアカウントの選択が出てくるので、こちらですね、GCP のアカウントを作成した Google アカウントと同じアカウントを選択して、認証を許可します。今、アカウントの認証が終わりました。はい、続いてこちらのセルを実行していきます。はい、うまくですね、Palm2 が使えてます。今回は、この Lang Chain の Vertix AI というものをインポートして、それを使用しているので、こんな感じで少ないコードで書くことができています。 でちょっとコードを解説すると、ここでパラメータを設定して、ここでモデルを選択しています。で、モデルは今テキストバイソンというものを指定してますが、それは GCP のプロジェクトの方に戻ってもらって、モデルガーデンというところがあります。こちらクリックします。そうするとこういった画面に行くので、このパルム24テキストの詳細を表示します。で、ユースケースズというところを見ていくと、このパラメータの設定方法とかですね、書かれてるんですが、一番下のところにバージョンが書かれていて、もうちょっとアップしましょうか。 でこんな感じになってますと。で、今テキストバイソン使っていて、これは2023年8月の29日出ましたよと。最新のものを使っていますと。で、テキストバイソン 32K というのもあるので、こちらもですね、コピーして、このモデルネームのところにですね、指定してあげれば、32K でもモデルを使うことができます。あの、必要に応じて長い文章の翻訳とかやりたい場合は、こちらを設定すると、モデルが変更されます。翻訳の方もやってみましょうか。こちら選んで、 こんな感じで、えー、次の文章を日本語に翻訳してくださいということで、こちらの Q ローラの、えー、論文をですね、翻訳させてみます。こちらを実行すると、はい、こんな感じで翻訳がうまくできています。先ほどスライドでも言ったんですが、まあ、翻訳はすごくうまくできてるんですが、要約とか Q&A とか、個人的にはあまりうまくいかないなというふうに感じたので、えー、ぜひですね、皆さんいろいろ試してみて、分かったこととか共有してもらえるとすごい嬉しいです。はい、以上で本日の動画を終わります。 この動画が良かったなっていうふうに思う人は高評価、コメント、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。